警察と消防20名程度でしょうか。これから実況見分に入ります。小倉北区の鳥町食堂街では今朝から警察と消防が実況見分を行い、火が出た原因を調べています。警察と消防は発生からおよそ42時間が経った今日午前8時50分に鎮火を確認したと発表しました。この火事により飲食店など35店舗が被災し、北九州市は昨日緊急対策本部を設置しています。瓦礫の処理などそして、支援そして復旧の道筋をどうつけていくのか、こういったあたりをしっかりと検討していきたいというふうに思います。また北九州市は相談窓口を設置して被災者の支援に当たることにしています。